市長さん、お尻ペンペン、市長さん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 、あー、 A ボタンA ボタン何か何回か押してもさ、なかなか話してくれんかって虫かとされとかと思ったね。ありがとうございます。町はだいぶ元に戻ってきました。こういう時こそ伝統のフェスティバルを開催したいのです。おう、そのために私は4人の演奏者を探しています。演奏者ね、おるよ。ここそれっぽいのおるよドラムの人おるよ。すみません、お二人の話は聞こえていました。久しぶりのフェスティバルですね。みんな喜ぶでしょう。私でよければぜひ協力させてくださいやった。あ、どうした、なんで出てきた。しかもバックドラマーおるし、ドラマー参入。どうしたどうした、いきなりいきなり展開急すぎませんか。いきなりホールまでついてこられましたけど、しかもめっちゃノリノリですね。マリオめっちゃノリノリですね。ありがとうございますあと3人、 OK、 3人ね、わかったわかった。お尻ペンペン。3人ね、結構おったな。確かに演奏者いろいろなところに、なんなら屋上の方にもおったけどさ、あの人にも声かけなあかんのかな。あ、こいつ、こいつもか。何ですか、私のファンではないご用ですか。なるほど、フェスティバルですか。久しぶりに腕が鳴りますね。それに市長が主催なら見返りが良そう。いえ、何でもありません。やりましょう。お前、見返り目的か、お前。市長が主催。ああ、もしかして市長さんにちょっとキスをしてもらえるとか、そういうことを覚えてるだろ、お前。ダメだぞ、おいの市長に手を出すな、お前は。やだー。なんでこの人ら、誘ったらパワームーンくれるん。2人目やったぜ。毎度毎度ノリノリになるし、観客増えとるし、めっちゃ観客増えとるし。あの2人か。建物の上の方に、おい、1人2人おったけんな。あー、漏れてもた。どうやったっけ本当に、あんま覚えてない。あ、そこじゃ。あいつじゃ。どうやって行けばいいかな。どうやって行くんだったっけな、これ。この前ありからなんか上に登るようなところがあったっけな。屋上から飛び降り。おい。屋上から音楽聞こえますっていう、そういうの伏線だったじゃん。あ、ここから入れた、入れた、あれ、こんなとこ入ったっけ、これ。バイクがこんなとこある。なんでこんなとこバイクあんの。なんでこんなとこバイクあんの、これ。え、で、なんで正面見えないの。このまま行けってか。わー、わー、ちょっとジュラシックパーク的な感じになってる。ああ、横に避けろってか、これ。あーおー、わあ、なんか仮面ライダーのアクションシーンみたいな感じになってるやん。おい。おいおい。おーい。おーい。こんなん聞いてないよー。あー、パームあるよー。ちょっとー。イエーイ。なんだったんや、これ。あー、パームあるし。重要なパワームーン。あ、入れるで。なんじゃこれ。あ、揃った。とりあえずパワームーン全部手に入れたな。重要、必要な分は。何だったんこれ。何だったん今。あ、そっちか。こっちか。こっちだったっけか。チェックポイント。屋上。
ついでに一回行く？で、こっち移って、ここ登って、おい、いつじゃ。あと、よう見たらあんなところに光っとるやつあるし、向こう側。向こう側にも。あいつ、あ、ここまでどうやって行くんじゃ？ここまでどうやって行くんじゃ？そう、せっかく来たのにって感じじゃ。あ。間違えて終わりでもだあ、ここじゃ。で、こっちに引っ張ってこっちに飛べばいい。やったー、来たー。あとはあそこにもちょっと場所も覚えとこう。市長のところから右に寄ったあそこか。あれか、あれが4人目か。とりあえずこれが3人目。この横までわざわざ来られてどうされました？ふむ、市長が。なるほど、事情がわかりました。ペラペラ、お誘いありがとうございます。ペラペラペラ、フェスティバルに喜んで協力します。ペロペロペラペラペラ、ありがとう。ペロペロ、エッツオデッセイ。ペロペロ、ペロ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 、お尻ペンペン。やった、これで3人目じゃ。あと一人も場所、あれがそうなんだろうな。奥で光っとったあれが。ここから見るのが好きなんです。一人だけちょっと乗ってないぞ、お前。お尻ペンペン。よっしゃー。こっちやな。多分、あの光っとるやつがそうなんじゃないかなって思うんやけど、お忘れ向きに、これあるね。おっ、やっぱりじゃ、やっぱりおったわ。やったぜ、鳥に使えていますって。この鳥に木が1個あえたらパワーもう出てきたりせんかな。来た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 よ来たよ。おいのしちょうだい。おいのし、どうかされましたか？どのようなご用件でしょうか？おお、面白い。市長はいつも行動が早いですね。実に面白い。いつでも準備はできています。私も賛成がさせてください。実に面白い。これがパワームーンです。It's Odyssey! 実に面白い。やったー、4人集まった。ありがとうございます。これで演奏者が全員それました。じゃあそのお礼の品としてブラジャーとかもらえませんかね。ブラジャーとか。でも新たな問題が、まだ問題あんな。地下の発電所が動きていない。もうその地下の発電所が直しそうな服装の人マリオにそれ頼む。そのではオフェスティバルが開催できません。人集めてから言うなよ、お前。人集めてから言うなよ、それ。その問題、先に解決してから人集めろよ、お前。どう言えばいい？フェスティバルこれで開催できますよ、みたいなこと言ってあったんちゃうの。でさ、集まった、よっしゃ、4人集まったぞ、フェスティバル開催しようっていうような気分で、この4人おるだろうけど、実は発電所が壊れてるんでできません、みたいなこと言うて、この4人どう思うよ、なあ、みんな。なあ、みんな。なあ。お前ら初対面のはずなのにめっちゃ息合っとんな。そうか、発電所か。その発電所の場所とか教えてくれんかな。ああ、あれか。もう完全に光ったところがもう重要なポイントみたいな感じになっとんやな。てか、あ、車どういったところか、これもしかして。タクシーがどういったところか、これ。どうやってタクシーどけたんだろう。てか俺がどけんかってよかったんじゃ。お前らどけたん。発電所を調べに来たのですが、マンホールが開かなくなっています。それは俺の力でどうにかなると思うわ。はい。あ、何をしたのですか。その反応さえだよ。まあそうだな、現実にマリオがおったらこんな反応するわな。
行ってきまーす。あー、いつもの感じのステージだなこれ。あー、何これ、メトロイド的な感じの雰囲気じゃ。サムスとか出てくるかな。パックンフラワー、こんなところにもいるのね。あ、ネズミーネズミー、ネズミマリオン。あ、何してんだ俺。あのローラーに飛んでさ、ピョーンで飛んでいけるかなって思ってた。思っちゃった。一人弱り。おし、あー、こういう感じか。帽子を飛ばしたらこんな感じで動くんじゃ。回転しっぱなしになるんじゃ。そんでもって。ほうほう。なんか歯の配管なんか飛び移れそうな気がするけど、飛び移れないんだろうなって思うんで、とりあえずやめときます。じゃあ、この前の毒のやつ。ちょっと厄介な毒のやつ。で、で持ってた。おー、帽子、ダイレクトでぶつけていいんじゃ。やられた。おい、あ、まだこいつだか、鬱陶しい。オッケー、危ない。これはこれとも同じような感じか。あ、2段だった。なんか熱いなと思ったら2段だった。いってて、毒残っとるし。ローカルコインはめんどくさいからいいです。ハートじゃー、回復、オッケー。なんかネズミってさ、まあいいや。ああ、こういう縦の感じもあるのね。ああ、止まれよ、止まれよ、そのまま。あー、お前ゴー。そう、そんな感じとは思わんかったわ。突っ走れない、危ない。ああ、もうむずいなここ。なんか無駄にむずいなここ。いけ、よっしゃー、ようやくじゃ。なんかめっちゃ時間かかった。どうした、あれ、市長さん、市長さんどうした、お尻ペンペン。お尻ペンペンした。なかなか A ボタン反応せんようにはないけど。発電所が気になったので私も来てしまいました。どうやって来たんやあんた。ここら辺向いてるより結構険しかったぞお前。こんなところまで怪物の仲間が来ていたのですね。そうらしい。毒めっちゃ大きく吐くんじゃないのか。よし、ヒップドロップ。でかい剣ヒップドロップせんかったらあかんらしい。おい、オッケー。あ、ヒップドロップじゃなくても分かったわ。あー、出てきた、もうこのタイム出てきたわ。やったぜー。It's Odyssey。 ピロピロ、実に面白い。お、なになに、なにこのスイッチ、押したら自爆しそうですね。押したら自爆しそうですけどね。押しちゃいますね。あ、起動スイッチかなこれ。やったー、なんか爆発しそうな感じの雰囲気もある。けど起動しただけな、これ。あ、パワームーンエネルギー送り込んでる。あ、これパワームーン俺にちょうだい、パワームーン俺にちょうだい。あ、エネルギー吸い取ったらこんな透明な色になるんだよパワームーンって。ありがとうございます。発電所は問題なく動いています。いよいよフェスティバルが開催できますね。早速始めましょう。やったぜ。そうだ、せっかくの機会ですし、フェスティバルに参加してもらえませんか。もちろんいいよ。イエーイイエーイってめっちゃ嬉しそう。嬉しいです。よろしくお願いします。やったー、伝統のフェスティバル。あー、
完全にマリオのための設定をセット作られたんだよこれ。うわあ、セクシーすぎる。てかあんたが主役かい。この4人がバックで演奏しとるだけのなんか引き立て役みたいになっとるやないかお前。いくら市長だからってさ、ここまでさ市長の顔がずらーと並んだらクッポとかあんま変わらんでないか。マリオめっちゃノリノリや。よっしゃやるかフェスティバル、どんなステージが待ち受けとるかわからんけどやってやるぞお前。まずは軽く準備運動、体をね、ちょっと柔軟性を確かめますからね、これで、この動きで。ちゃんと動きを確かめて、この体が柔らかくなるところを確かめてね。よっしゃ、行きます。よっしゃー、わ、レトロになった。レトロの状態でやる。昔ながらのマリオ。あ、これ、樽の動いてき方、ドンキーコングだよ、これ。ちょっと待って、スペシャルゲストにドンキーコングおるのこれ。この樽が出てくる穴の向こう側ドンキーコングおるのこれ。ああ、ドンキーコング、このフェスティバル呼ばれてんの。おいおい、ドンキー、ギャラいくらもらっとんだお前、結構もらったんか。え。今度飯おごってえだ。もうドンキーコング何お前、この街で有名人になっとんだろ。ドンキーコングの有名性が確かめられたような感じがする。これなんかちょっとサスケで見たことあるぞこの感じ、このサッカー、このサッカーちょっとサスケで見たことあるぞこれ。イエーイ、わぐるーっと回って180度回転して逆さになった状態でドーン。半重力だよ。なんかちょいちょい前、今作のマリオさ、この昔ながらの絵になった時ってさ、反重力のステージになるよねこれ。重力が反転してるよねこれ。このステージ作った人どんな技術を持っとんやこれ。重力が反転させれるとか。よいしょ、ここまで特に問題なく、でここまで進んでコインがたくさん90度回転で降りていく。あー、コインが、ここコインゲッターや、ここコインゲッターのところや。よっしゃー、次俺って昔のドンキーコングとかやったことないんやけどさ、こんな感じなんかな昔のドンキーコングって。ちょっと動きが今のスイッチ風、今のゲーム風になっとるけど、コントローラーもそんな感じになっとるだけで、大体似たような感じなんかな操作性って。 DK であるじゃないか。もうドンキーコング呼ばれてるなこれ絶対。どっかにドンキーコング潜んでるだろこれ。ここすーよいしょ、ほとんどドンキーおるやん。ドンキーおるやん、呼ばれてるやんお前も。お前いくらのキャラで来たんやお前。大統領にいくら払うって言われて来たんやお前。めっちゃノリノリにさ、ウホウホやってるやんお前。よし、おい、よっしょ、よいしょ、よいしょ、丁寧に、丁寧に。これはどうする、いってー、これは下から殴ったら、あはは、ちょっと浮くんやな、これ。浮くような演説であるやん。倒したー。4つブロック叩いたら倒したー。あーばよ、ドンキー、おい。主役は俺、お前は脇役。じゃあな。あー、みんな目つぶで集まってる。大統領、大統領やっけ、市長じゃん。よう考え、大統領、大統領言うけど市長やんこれ。フェスティバルに参加していただきありがとうございました。これは私からのお礼です。わあ、詰め合わせなんかすごい色が豪華。おい、これ前のやつより色が豪華やぞお前、すげえなお前、どっから手に入れてきたんこれ。やったー、みんなの夢を詰め込んで、私マリオは行くのです。フェスティバル It's Odyssey。
楽しい人やでした。面影がすごい役だった。戻ってきたかと思ったらすっごい寂しいなったぞ、おい。アズマタネじゃないよ。なんかすげえな。お祭りの後ってすごい寂しいな、おい。